今回は人気急上昇中の女優今田美桜さんをご紹介します。1997年3月5日生まれ、現在25歳、身長は157センチ、スリーサイズは明確ではないですが、バスト86センチ、ウエスト58センチ、ヒップ83センチ、カップ数はいいとの噂。職業は女優、タレント、福岡県福岡市出身、株式会社コンテンツ3に所属。キャッチコピーは福岡で一番可愛い女の子、あどけない可愛さの反面いいカップという巨乳の持ち主。福岡の料理で一番好きなものは味噌味のもつ鍋、豚骨ラーメンに大量の紅生姜を入れたいという願望があるそうです。趣味は語学で、2017年には中国語検定2級を取得。中学時代は陸上部に所属、走り幅跳びを専門としていました。その他、博多弁の早口言葉を特技としています。今田さんは福岡校林間高等学校2年生、16歳の時に新店長でスカウトされ、福岡のモデル事務所株式会社 CG に所属。高校3年生17歳の時から福岡ローカルの深夜テレビ番組 GD で初めてのレギュラー出演、当時出演メンバー最年少でした。福岡県北九州市の小倉駅に貼られていたポスターがビッグフェイス社長、現在の株式会社コンテンツ3社長の目に留まり、19歳の時にスカウトされます。映画の仕事をしたい、女優になりたいと強く思い、2016年8月に上京。その後ビッグフェイスに所属。同年、中川俊監督の自主制作短編映画カランコエの花で主演。同作は2017年から2018年の多くの映画祭で高く評価されました。2017年2月、舞台ライブインパクト進撃の巨人のサシャブランス役に選ばれましたが、公演中止が決定。10月からはフジテレビ月9ドラマ民衆の敵、世の中おかしくないですかにレギュラー出演。2018年4月スタートのドラマ花のち晴れに出演し、演じた真矢愛理の原作再現度の高さで注目される。7月主演映画カランコエの花が1週間限定で上映、7日間すべて全席完売となる埼玉スーパーアリーナで開催された第27回東京ガールズコレクション2018に出演。ヤフー検索大賞2018女優部門を受賞。インスタグラム上で最も輝いた著名人 MVI2018 を発表し、トレンド部門に選出された。2019年、ネクストブレイクランキングで女優部門の首位に選ばれる。2020年タレント CM 起用社数ランキングで女性タレント部門1位、広瀬すずと並ぶ14社。2021年出演の映画東京リベンジャーズにて第45回日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞。2022年4月連続ドラマある働くのがカッコ悪いなんて誰が言ったでテレビドラマ初主演し、ドラマアカデミー賞主演女優賞を受賞した。女優タレントとして飛躍的に活躍し、人気が急上昇中の今田さん、今後の活躍もぜひ期待したいですね。このチャンネルでは話題の女優やグラビアアイドルなど素敵な美女たちをご紹介していきますので、高評価とチャンネル登録で応援してもらえると嬉しいです。